山系チャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。はい、今日は、中学校3年生ニューホライズンの、ユニット4の3をやる。やらさせていただきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、もう無駄な時間は省きますので、早速見ていきましょう。 On March、2012年3月11日。はい、There was a special violin performance in the city of Rikuzen Takata。 There was でありました、ありました、何が、陸前高田の町に、特別なバイオリン演奏がありましたってことですね。はい、陸前高田の町に特別なバイオリン演奏がありましたっていう。Audience、listens closely to the sound of the violin。ね、バイオリンの音、ね、一心に、ね、closely、一心に、まあ、目を閉じてっていう感じで、まあ、集中してっていう感じですね、意味としては。ね、聞いた、観客は。ね、感じです。観客はバイオリンの音を一心に聞いた。はい、Some of the people were in tears。 In tears で涙を流すっていう意味ですね。はい、いくつかの人々は、涙を流した。That violin was very special to everyone there。 ね、あのバイオリンはそこのみんなにとって特別、とても特別でした。はい、あのバイオリンはそこのみんなにとってとても特別でしたっていう意味になります。はい、なぜっていうところが、次に書かれていると思います。じゃあ、また見ていきましょう。はい、じゃあですね、続きやってまいりましょう。 The violin was made by Nakazawa Muneyuki, a famous violin maker。 そのバイオリンは、by Nakazawa Muneyuki, a famous violin maker。 ここの人を、この後ろで就職してますので、有名なバイオリン製作者の Nakazawa Muneyuki、さんによって、はい、そのバイオリンは有名なバイオリン製作者の有名なバイオリン製作者の中澤宗行さんによって、で、was made、ね、B 動詞プラス過去分詞形で受け身形ですね、作られたっていうやつですね、受け身。 After the earthquake hit Japan in 2011、ここの後ってことなんで、2011年に日本で日本を襲った、地震のあと、He wondered how to help us a crust person、ね、クラストパーソンで職人ですね、職人、
職人として、どうやって助けたらいいかと思った、はい、彼は職人としてどうやって助けたらいいかと思った。どうやって助けたらいいか、 How to help、 どうやって助けたらいいか、何々と思った、思うっていう意味ですね。 wonder の過去形なんで思ったですね。はい、次。 Then he came up with an idea、ここで、その時彼は An idea、 考えを、 With an idea、 考えを思いついた、ね、Come up with で何々を思いつくで、came なんで思いついたになりますね。 It was to make violins from driftwood、from the disaster、ね、災害から、流木から、バイオリン作ることでした。はい、ここですね。 from from、 はい、the、disaster になってるんで場所ですね、災害地の流木、その災害地の流木からね、ドルフトウッドで流木ですね、からバイオリンを作ることでしたということです。はい、ここが、4の3のところになります。はい、ね、ここに関しては come up with と、in tears の、熟語の2つですねを覚えていただければと思います。はい、じゃあ次回は、ユニット4の4を、説明をしますので、そちらを見ていただければと思います。失礼いたします。